次に村岡俊秀君。委員長。村岡俊秀君。日本維新の会の村岡俊秀でございます。農水委員会もなんか久しぶりのような感じがしまして、連休を明けて、クールビズになっている方も、また大臣は今日は爽やかなスカイブルーのスーツにピンクのネクタイということで、大変明るくこれから日本がなっていくと目指すためには、服装も明るくなければならない、こういうふうには思っております。さて、連休中私も沖縄に行ってまいりました。沖縄2日間行ってまいりました。沖縄は27度、そして秋田に帰りましたら2度でみぞれ混じりということで、まあやっぱり日本は広いなと。そして沖縄では青森で島らっきょうや、ゴーヤチャンプルを食べながら沖縄の食材を楽しみました。やっぱりですね、それを考えると気温も風土も北海道から沖縄まで日本は大変広い地域だなとつくづく感じます。いつもこの委員会でも言ってますが、やはり農業というのは全国一律でやってはいけない。やっぱり地域性をしっかり考えて農林省が取り組んでいただきたい。そして林大臣はじめ政治家がしっかりと今までの農業の点を変えていかなければならない、こう思っております。大臣はこの地域性の問題、そして地域に合った農業対策をしっかり、打っていかなきゃいけないということに関してはどのように思いでしょうか。林農林水産大臣。まさに先生おっしゃる通りでありまして、よく私のところの山口は中山間地が多くて平均の耕作面積も2ヘクタールに届かない、美祢市というところに大田というですね、大きな田んぼと書くところがあるんですが、その大田ですら2ヘクタール届かないと、こういうところでございますが、北海道に行けば平均で20ヘクタールと、こういうことから始まって、今先生おっしゃっていただいたように、やっぱり沖縄で30度のところで飲むから泡盛はですね、やっぱり美味しいわけでありまして、秋田で2度のところでですね、果たしてゴーヤチャンプルと泡盛はうまいだろうかと、こういうことを考えますと、やっぱりそこで育った農産物からできたいろんなものを食べ飲むということが食文化としてあって、そういうところも実はこの農業を考える意味ではですね、農林水産が考える意味では非常に大事だと、こういうことでありますから、地域のそれぞれの特性に応じたきめの細かい施策をやっぱりやっていくということは非常に大事なことだと思っております。委員長。村岡俊秀君。この問題後の質問に移りますけれども、まずは連休中大臣も海外視察ということで、ベトナムとインドネシアに行かれたということで、インドネシア特に人口も増えておりますし、また経済成長もしている、そういう中で日本の食材を求めているということも、どのような形で求めているのかどうか、また、日本の工場とかそういうのは非常に進出しておりますけれども、そういう日本人がたくさんインドネシア行ってますんで、そういう方々にもご協力願って、やっぱり日本食っていうのは広げなきゃいけないと、こう思っております。そしてまたベトナムに関しては TPP 参加国でありますから、どのようなお話しされたか、お教え願えればと、こう思います。林農林水産大臣。5月の3日から7日にかけまして、最後は機中泊で7日の早朝東京に帰ってまいりましたが、ベトナムとインドネシア2カ国行ってまいりました。で、やはり先ほどからインド中国を含めた ASEAN で40億、ここが伸びてくるというお話をいたしておりましたが、その中でもこの2カ国というのはですね、いろんな意味で、人口も結構大きいですし、それからベトナムはまだ平均年齢20代と、こういうことでありますし、日本に対しても非常に、いろんなつながりと親密さを持っているということで、この今からこの日本の、食品農林水産物の輸出展開ということを考えた場合、欠かせないだろうと思って行かせていただいたわけでございますし、もちろんベトナムは、TPP も加盟しているということでございます。で、ベトナムではファット農業農村開発大臣それから下院商工副大臣、
まあ、この方は TPP の首席交渉官でもあるわけですが、面談をいたしました。インドネシアではスウォノ農業大臣ほか、まあ、政府要人と会見をしてきたわけでございます。でまずファットベトナム大臣とはですね、食品関連産業、先ほども後藤委員からもいろいろありましたが、やはりこの輸出、それからメイドインジャパンの輸出、メイドバイジャパン、日本食の発信、そしてもう一つメイドフロムジャパン、日本食材の、まあ、いろんな国の料理への、まあ、利用してもらうというですね、いろんな意味でこういう食料関連産業の、まあ、進出円滑化、これをやっていただくために、やはり官民がですね、一緒になって意見交換を両国でする必要があろうとこう思いまして、その交換の場を作ろうということで合意をいたしました。で、先ほどもありましたが、検疫制度とか、それからまだやはり原発事故の影響で、この放射性物質規制の緩和、まあ、残っておりますので、この緩和もお願いしたところで、ございますし、それから農業全般に関するですね、協力と交流。私びっくりした、まあ、びっくりしたというとあれかもしれませんが、この日本の高い農業技術について、非常に知識も持っておりますし、これと一緒になって協力をしてもらって、ベトナムの農業生産を高めてですね、まだまだ、まあ、農業者の所得かなり低いということで、非常に熱意を、まあ、感じたわけでございますので、こういう、まあ、この必要性を確認する議事録に署名というところも行って、まいりました。それから、カイン商工副大臣とは、この進出円滑化、これを商工省としても応援してくださいということも含めて、まあ、TPP について今後我々も入っていくので、できるだけ情報提供をお願いしたいということもお願いをいたしたとともに、向こうからは、この改めて、これはファット大臣からもありましたけれども、日本の TPP 参加歓迎するという言葉もあったところで、ございます。それからススウォのインドネシア農業大臣、これも同じような、この官民の意見交換の場を作ろうということで提案をいたしまして、まあ、それも含めて、こちらの農業の全体的な協力の枠組みについては、事務レベルで一緒にやっていくということで、その大きな枠組みの中で、そういう食品についても、検討していこうということで一致を見たところで、ございます。またこちらからは、原子力事故の、後の規制、これの緩和やですね、それから輸出投資の際の諸課題、結構港がこう限られているという問題がありまして、そういうことについてもさらに、この使いやすさ、また規制緩和をお願いしたいということでございました。特に両国で先ほどちょっと申し上げたように、スーパー等にですね、視察に行きまして、ベトナムの日本食材を扱っているところもですね、実は今委員もおっしゃったように7割は日本人なんですが、3割はすでにベトナム人がですね、買ってらっしゃると、日本の食材をですね、しかもそれをこう日本の食材、これはインドネシアもそうでありましたが、パッケージをベトナム語またインドネシア語に直さずに、そのまま例えば日本語でひらがなでわさびと書いたパッケージのままで売っている。日本のスナックもそのままドラえもんの漫画がついたままでですね、日本のタイトルで売っている。その方が売れるということを、まあ、お聞きをしまして、やはりこういうところは日本ブランドの強みということで大切にしてですね、今後の展開に生かしていきたいと、こういうふうに考えたところでございます。委員長。村岡俊秀君。大変やっぱり海外の売り込みでベトナムとインドネシアというのはこれから大きな市場だと思いますので、引き続いて、この2カ国は注目していかなければならないとこう思っております。私も香港や、台湾に日本食の、売り込みということで、まあ、秋田の農産物を中心に売り込んできましたけれども、まあ、やはり日本の商社の方とか、そういう方々がたくさん買います。しかしその方々が本当に広めてくれるんです。まあ、ニューヨークもそうだと思います。そしてその時にはイベントで商社で香港に住んでいる方、台湾に住んでいる方、奥さんたちを呼んでですね、いろんな料理を作ってもらって、それでその国の お友達を呼んでいただいて広めたというようなこともやっておりますので、ぜひいろんなアイデアで、やっぱり日本食は、高品質でそして安心なものだということをぜひとも率先してやっていただきたいとこう思っております。その時には秋田のナマハゲを連れて行ったわけですけれども、もう香港人や台湾人の子どもたちは泣き叫びましたけれども、
ただ印象に残りながらその後美味しいものを食べたということで、まあ将来ともに覚えてるんじゃないかとこう思っております。それでは江藤副大臣も、海外に視察されているということで、まあロシアと、私はロシアは行ったことないんですけれども、まああれだけ広大な土地、まあ私はロシアの食料自給率っていうのは、どのぐらいに考えればいいのか、そして日本食なんていうのはロシアではどのような、要望といいますか、日本食に興味があって何かこう、感触をつかんできたものかどうか副大臣に聞きたいと思います。農林水産副大臣。行ってみて驚いたんですけどもですね、ロシア国内にはもう1100以上の日本食の店が急にこのところ増えて、どんどん増えているということでございました。これ国際問題になったら困るので私の意見じゃないということで前もって申し上げますが、ロシアの方がおっしゃるにはですね、これぞ日本食というのは一桁ぐらいしかないそうです。その中で、まあなんちゃって日本食という言葉を使ってらっしゃいました。私が言ってるんではありません。ですから本当の意味での日本食の良さというものはまだロシアには伝わっていないと思います。で、私もですね、ロシアでサケマス交渉もありましたので、バイの交渉もやったんですが、その帰り道にスーパー2軒寄ってまいりました。最初はまあ大型店舗、まあ、バーッと見て、その後今度は日本食の食材を主に扱っているところに行ったんですが、とんでもなく値段が高いんですよ。2倍とか3倍とかですね。それでもですね、非常に売れていると。お米もありましたしですね、もう調味料から何からわさびから何でもこの値段で誰が買うんかいなという値段でも売っておりました。ですからやはりきちっとしたマーケティングをして、本当の食の良さ、総理もおっしゃってましたけど、日本人が長寿なのは日本食のこの食文化というのは低カロリーで健康的で、だから日本人は長寿なんですよということをおっしゃってましたので、この文化とですね、調理法とですね、それからフードバリューチェーンと、それから農業技術、そういったものをパッケージで売り込んでいけば、ロシアには広大な市場があるなと。それはトルコでも3億円ぐらいしか農産物の輸出ありませんので、年間ですね、ほとんど日本食のことは知りません。トルコの方々はサウジでもしっかりでございますので、これからやることはたくさんあるなというのが感想でございます。村岡俊秀君。実はお聞きしたのは、秋田港に木材の輸出入で結構ロシアの方が来られます。大変ですね、やっぱり日本、秋田県人と同じと言った方がいいでしょうか。お酒が好きですね、日本酒も飲んで日本の食材とか食べてますんで、ロシアの方々が、やはりこれお酒、日本酒っていうのは売り込みチャンスじゃないかなと、まあ、アメリカや EU にも言ってますけれども、まあ、まだまだロシアにはですね、日本酒は少ないということの中、来た方々、まあその来た方々ですから飲んだというのもあるでしょうけれども、私はその方々にいろいろ聞いても、日本酒はおいしいと、これはロシアで、売ってくれればというようなことを言ってますんで、ロシアに行かれたということで、日本酒は一つの海外戦略の大きな重要な柱になると思いますんで、そこのところも考えていただければとこのように思っております。さて、通告いたしておりました農業の輸出促進策について、今、まあ、5000億切っている中で、2020年まで1兆円、まあ、なかなかこれからやりますから厳しいことだと思っております。まず先に振り返ってみると、1971年頃というのは、ドイツ、オランダ、アメリカと日本と輸出の量というのは、輸出額というのはほとんど世界には同じでした。しかしながら今は全く差をつけられている。このことはなぜなのか、大臣、どういうふうに思っているでしょうか。林農林水産大臣。ジェトロでやっていただいたこの最近の調査ですと、ついにフランス料理、イタリア料理を抜いてですね、まあ、日本食がトップに躍り出ている国が、まあ、調査した国のうちのほとんどで、まあ、アメリカだけは3位なんですが、したがって輸出という意味では、まず日本食がそれだけ人気があって、先ほど言ったように、まあ、日本食材を使ってもらうということもあるんですが、ポテンシャルはあると。しかし今おっしゃったような、まあ、数字ということでですね、一方イタリア、フランスを見ますと、まあ、我が国と一桁違う額の、まあ
ものが出ているということで、まあ、直近は多分リーマンショック後景気が落ちたとか、それから、まあ、我が国の 3.115 の原子力事故の影響とこういうものが、まあ、あるというふうに認識しておりますが、まあ、それ以前の話になりますと、やはり少し、売り込み方、先ほど後藤委員とも少し議論しましたが、まだまだ改善の余地はあるんじゃないかなとこういうふうに考えております。委員長。村岡俊英君。もちろん売り込み方、海外に対して取り組んでなかったということもあるでしょうけれども、やっぱり考えるとですね、この1970年というのは実は減反政策の始まりなんです。世界はですね、農業の技術生産力というのは飛躍的になって、アメリカはじめいろんな国はですね、自国以上に農産物ができるようになったんです。その時に戦略的に援助であったり、また自分の国の農産物を売り込んだり、そういう方法を取っていった国が今伸びているわけです。日本は自国の消費量ということだけを考えて、やっぱり自国にとどまってしまったということが大きな問題ではないかとこう思っています。そして例えばですね、農林省がこれまで自給率を気にしてきました。それはその自給率っていうのは国内の実力、自給力なんです。アメリカやそちらは輸出して自給力は結果的に170%となっているわけです。その辺が変わらない限り、これ日本の農業っていうのはですね、国内の人口が減っていく時代、もちろん少子化のための対策はしなければなりません。しかしながら簡単には止まりません。そして私のような背も大きく、かっぽくも委員、大臣も副大臣も長島政務官も、そして委員長も、こういう方々はお米もたくさん食べる、お酒もいっぱい飲む、そういう方ばっかりが日本中ならば、これは消費量増えます。やっぱりですね、その最初の根本のところをもう一度振り返ってみないと、日本の農政というのは変わらないこう思っておりますけれども、大臣どう思われます。林農林水産大臣。まさに自給率を考えますと、ゴールが100というようなですね、考え方に、まあ、陥りやすいということはあるかもしれません。まあ、したがってこれはあくまで、そこは最終的なゴールということではなくてですね、先ほどうなぎの話で100までは、まあ、国内に需要があるんだという話でありましたけれども、まさにそこを超えてですね、この外にも需要があるし、それをきちっと、ただ日本食が人気があるからほっといてもいいということでは決してないということをですね、よく踏まえていかなければなりませんし、また今割腹がいいというお話がありましたが、やっぱりいくら割腹が良くてもですね、胃袋一つでありまして、割腹がそれほど良くない方の3倍も5倍も食うかというと、まあ、そういう大会はまああるようですが、ああいうところを見ているとあんまり割腹が良くない人でもたくさん食っている人もいらっしゃるんでですね、やっぱり胃袋の数ということで考えて中長期的にいきますと、やはり日本の国内だけではですね、胃袋はまあ減っていくと、人口減っていくということですから、したがってインド、中国、ASEAN 含めた40億の市場、このアジアの成長というものをですね、この我々の分野でもいかに取り込んでいくかということがやっぱり大きな課題になっていくと、こういうふうに考えております。委員長。村岡俊英君。まあ、食べるのできないですけど、お酒だと 3,4 倍飲む人もいると思いますが、それは別にしまして、まあ、江徳大臣にもお聞きします。私は自給率を目指して国内だけのことで農政をやっていくのは、むしろこれは発展途上国の農政ではないかと思っているわけです。それはやっぱり発展途上国の場合には、やはり食料というのをきちんと国民に対して供給していかなきゃいけないということで、そこに重きを置きます。ところがアメリカやドイツやカナダやイタリアや、そういうところは先進国型農業、やはり自分の食材を生産技術力がアップして、そしておいしいものであれば海外の人に食べてもらうという戦略を取った。そういう意味では、先ほど減反政策の始まりと、もう一つガッとウルガイランドのですね、対策の6兆円、その中で、そこからもまた差がついているわけです。やっぱりすべて国内に向かってしまったんです、農政が。今後この TPP やるときにはですね、海外に向かうというときにはですね、どのような対策を立てていけばいいと、
副大臣お考えでしょうか。農林水産副大臣、非常に今すぐお答えするには難しい問題ですけれども、確かにラウンド対策費5兆数千億、まあ、そのうちの構造改善に使われた金がですね、大体6割弱ぐらいしか使われないで、用途が不適切だったという反省もあります。これも自民党政権バリバリの時代の話ですから、これからまあ TPP その他があればですね、当然その輸出力、それから農地を確保する、そして後継者を確保する、人と農地と、そして競争力と付加価値と、そしてフードバリューチェーンと、そういったもっと多角的なものの見方をしなければならないというのはもう委員のおっしゃる通りだと思いますよ。それは今回の総理について会議を歩かせていただいてですね、はっきり言って外国のリンゴなんてちっちゃいんですよね。こんな握り拳ぐらいで、そういうのをですね、やっぱり見ると日本の果物はうまいですよ、確かに。でまあ若干ヤジが入ってますけど、確かにですね、食文化っていうのは確かに助け舟かもしれませんが、本当に食材だけではなくてですね、どう調理するのか、どのように食べるのか、その文化も含めてですね、輸出することが、まあ、これから我々新しい農政を目指すものの課題になっていくのかなということを考えております。委員長。村岡俊秀君。その具体策の方に行ってしまいましたけれども、やっぱりその先ほど言った、発展途上国が農業じゃなく先進国型の農業を目指さなければ農業の成長はなかなか難しいとこう思っています。日本のこの10兆ぐらいから今8兆ということで2兆1000億3兆減ってるわけですけれども、まあこれ米の価格が一番大きいわけですけれども、まあ米にしてもですね、例えば飼料米、それから飼料米だけではとてもじゃないけど米を消費できない、それはやはり海外に輸出しなきゃいけない、そういう中で考えていきますと、例えば今ジェトロに、農林省の方々は何人行ってらっしゃるでしょうか。どなたでも何人だと。はい、針原食料産業局長。正確な数字ではないですが、出向という面から見ますと、まあ、3月までは理事言っておりましたが、理事は今各所交代制になっております。今部長クラスが1人、確実におります。村岡俊秀君。委員長、お聞きしますとジェトロには7、8人ということなんですね。農業は国のもといだと言ってジェトロに対して輸出倍増プロジェクトで11億円、まあ11億円も少ないです。やっぱり世界各国でですね、日本食、日本の文化を売ろうと、で農産物を輸出しようと思ったら、これは少なすぎませんか。確かに農業土木者は援助という中で100人以上行かれていると思いますけれども、これは少ないと思わないでしょうか。針原食料産業局長。先ほど私がご説明したのはジェトロの本部に一人行っておりますが、海外の事務所にはですね、まあ主要な都市を含めてですね、7、8人は行ってるんじゃないかと思っております。委員長。村岡俊秀君。大臣にお聞きしますけれども、7、8人というのはこれは少ないと思わないでしょうか。これから農業世界に広めていこう、農産物を広めていこうというのはどうお考えでしょうか。林農林水産大臣。まあ、ジェトロ全体に比べてどうかというご議論は確かにあると思いますが、まあ、一方で今回初めてジェトロにもこの予算をもうこうお預けというか、ジェトロを委託先にしてですね、全面的にやってもらおうということで、これ全く経験のないものがすぐ行って、というよりはですね、やはり、ジェトロ全体としてやっていただくということもあろうかと思いますし、それから、まあ、私の、自分の社会人の経験からいくとジェトロだけではなくてですね、やはり商社ですとか、それから、大使館にも農水省からいろいろ人が行っております。で今度もインドネシア、ベトナムの時も現地農水省から行ってる連中は随分張り切ってくれまして、いろんなネットワークをもう
地元の方々と持っていただいて、まあ、そういう方々との意見交換する場も持っていただいたわけですが、こういう総合力というものを、まあ、資源、人と予算に限りがある中でですね、発揮していくということが、大事だろうと思いますし、全世界に向けて全、品目ということではなくて、どういうところが向こうにニーズがあってですね、どういうところはニーズがあるのにいろんなもので止まっているかという具体的な、まあ、戦略を作って、やはり資源を集中的にやっぱり投入していく、こういうことが大事でなかろうかと、こういうふうに考えております。委員長。村岡俊秀君。大臣、その通りだと思うんです。まあ、ジェトロも増やしていければ予算の限りがあります。それから外務省にいます。ところがですね、この外務省がですね、じゃあ真剣にこの農産物を売ろうと考えているかというと、私はそう感じられないところがあるわけです。それとまた内閣もですね、しっかりそれを受け止めているかというと、そうも感じられないところがあるわけです。まあ、例えばこれは、技術のプロジェクトですけれども、経済協力インフラ戦略会議っていうのがあります。この中で会議の構成員は議長が内閣官房長官で、総務大臣、外務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、経済産業再生担当大臣、農林大臣入ってないんですよ。やっぱりですね、経済協力だとか、いろんな分野で、これ内閣に他にもあると思いますけれども、どうしてもですね、農業は後に来るですね、会議が結構多いんです。私も秘書やった当時、例えば ODA なんかで援助するときに、財務省、外務省、入っていて、であとはなんかオブザーバーで、国交省入ったり、農林省入っていたり、で結果どういうことをその頃当時あったかというと、川に橋を架けて堤防がないもんですから川が変わって橋だけあるとかですね、そういうのはちゃんと農林省や、国交省が入っていればちゃんとできるわけですね。この経済協力のやつでも、まあ、土地改良や技術のはじめ、この経済協力インフラ戦略会議なんかも農林大臣が入っていないということ自体がやっぱり問題があるんじゃないかなと、こう思いますけど、大臣はどう思いますか。林農林水産大臣。先ほどちょっとベトナムの出張のご報告をさせていただきましたが、向こうからも非常に強い要望があってですね、いろんな農業のこうやり方、技術について今後協力をしていこうということになったところでございます。まあ、したがって発展途上国といいますか、経済の発展段階が、まあ発展段階にあるところではですね、やはり一次産業の中でも農業が国内の産業に占める割合非常に大きいところがございますので、したがって経済協力等々を考える場合でもですね、まあ、そういうところと整合的にものを進めていくという必要があると改めて認識をしたところでございまして、今お話のあったインフラの会議についても確か何回目かに私はちょっと都合が悪くて副大臣に代わりにご出席いただいたこともありましたし、今度もまた関連のところがございますので、私ができれば出席しようと思っております。まあ、したがって常にですね、まあ、例えば新幹線みたいなものとか全く関係のないインフラのところまでですね、そのレギュラーでということまでする必要はないとは思いますけれども、今申し上げましたように大きな部分で関わってきますので、まあ、関わってくる部分については必ず我々と一緒になってですね、まあ、今までもそうだったと思いますが、今後はさらにインフラのところにとどまらずですね、その ODA にとどまらずいろんな海外戦略みたいなものを作るときには積極的に我々も政府部内で発言をしていきたいと、こういうふうに考えているところでございます。委員長。村岡俊秀君。大臣、新幹線やですね、道路建設やそういうのあると思うんですけど、私は農林大臣はですね、そういうところでも常に出た方がいいと思ってるんです。やっぱりその国の実情というのは、新幹線を求めていればどういう事情で、また高速道路を求めていればどういう事情で、そして日本はですね、先ほど言った、後進国型農業という中でいけば、やっぱり援助もですね、食料というのをですね、日本の高品質な食料をですね、援助の中でですね、やっぱり積極的に、まあ、他国との関係あることは分かっています。しかしですね、日本のおいしい食材をですね、もう子供の頃から食べたらですね、
またずっと食べたくなるんです。そういう意味では援助という部分の中で日本の安心な食材をぜひ各国に届ける、そういう中ではですね、新幹線だから農業に関係ない、高速道路だから関係ないというやつ、やっぱり農業の農林大臣はそういう国際的な日本で作った会議にはすべて参加するような形の中で、やっぱり農林大臣がもう国際派であるからこそ、農林大臣の時代にぜひともこういう会議に入っていただきたい、こう思っております。江藤副大臣、どのように思われますか。はい、江藤農林水産副大臣。私は大臣の部下ですからですね、まあ、いろんな場面があるんですよ、官邸で行われるいろんな会議、まあ、個別具体的に言うと問題がありますから言いませんけども、私が見てもですね、なんでうちの親分が入ってないんだと思うのは正直あります。そういう感想を持っております。以上。室岡俊秀君。やはり江藤副大臣に聞いた方が良かったですね。私も感じているのはですね、やっぱりですね、これ省庁のですね、まだまだ俺の省庁だけじゃなくて、俺の省庁が主導権握って構成員はこのぐらいだというのがたくさん書いてあるんです。実は私も秘書官の時に、これは ODA の中で海外建設協力って、海外建設協力なのに国交省がオブザーバーであって、財務省と外務省、そして外務省に執行してアタッシュで行くと全然農業のことを中心にやれないんですよ。もうそういう状況をですね、そろそろ直さないと。それがこの農林省の場合も多分ですね、農林省の方は一人も言わないでしょうし、あれなんですが、大臣もですね、国際派であり将来総理大臣になる方ですから、農林なるでしょうから、農林省のですね、改革を進めてほしいわけです。で、もう政策的なものは、日本の食文化、そして日本をどんどん広めていくためにはやっぱり食文化というのは一番早いんです。だからぜひとも国際的に日本が取り組む会議には農林省の農林大臣が必ず入るようなことに努力をしていただきたいと思ってますが、どのように思っていらっしゃいますか。大臣、お願いします。林農林水産大臣。江藤副大臣からもまだもっと入っていくところがあるというお話もありましたので、どういうものにですね、先ほど言ったように、まあ限りある、まあ、この時間といいますか中で、どこを集中的にやっていくかという戦略も、まあ、必要になるかと思いますし、まさに、委員おっしゃったように、お父親の時は、そういう状況があったということを肌身で感じていらっしゃると思いますし、まあ、私も私だからということではなくても、農林水産大臣がということでですね、しっかりといろんな国際的な取り組みを含めて、いろんな国の戦略的な政策づくりにはですね、しっかりと参画をしていくと、まあ、こういう方向で、今までもやってきたつもりでありますけれども、今後もさらにですね、そういう努力をしてまいりたいと、こういうふうに思っております。委員長。室岡俊秀君。ぜひそれはお願いしたいとこう思っております。林大臣がしっかりと確立して、林大臣が終わったらまた元に戻るということじゃなく、ぜひお願いしたいと思います。それで話がちょっとそれましたけれども、先ほどの先進国型農業でもう一つの例があります。お米を輸出するとか、果樹を輸出するとかっていう以外に、イタリアの例です。マカロニなんですけれども、イタリアは、生産量がですね、1962年に940万トン、それが2010年には680万トン、しかしながら輸出額は、輸出額は額でいきますが、7107ドルが62年、それが2010年に184万8000ドル増えてるんです。生産額がもちろん技術で、大変技術が上がっているということがあります。それは何かというとですね、むしろ小麦を輸入してるんです。小麦を輸入してマカロニを作って売ってるんです。だから生産量が減ってもマカロニの輸出額はどんどん増えているわけです。これはですね、
日本というのは戦後得意なのはいろんな原料を買って自動車やまた電気製品やいろんなものに行って輸出してきて日本は成長してきました。そういう意味ではですね、先ほど言ったそのまま農産物を売るというのもありますが、日本の優れた工業技術力で他国のものを輸入してそれを加工して逆に世界に売ってやるという戦略もあるんです。そうするとなんかそれはただの工場生産かと思いますけれども、ところがそれはですね、農業地帯の例えば兼業という中でそういう工場を持っていったり、いろんなことを考えないとやっぱり農業というのは成長しない。これはイタリアの例はですね、非常に面白い例だと思っているんですけれども、大臣どのように思いますでしょうか。委員長、林農林水産大臣。先ほどちょっとイタリアとフランス、日本食の人気がイタリアとフランスを上回っているにもかかわらず、一桁違うというお話をしましたが、まさにそういう中に、そういうものがあるんだろうなと思って今お聞きをしておりました。先ほどちょっと FBI という話を少ししましたが、メイドインジャパンのものを輸出するということに加えて、メイドバイジャパン、メイドバイジャパニーズといいましょうか、日本食そのものをですね、発信していくという取り組み、そしてもう一つメイドフロムジャパンというのは、最近三つ星を取ったりするフランス、パリのフランス料理屋の中ではですね、新しい食材としてユズが大変に好評であると。少し遡れば中華料理でもナマコやですね、フカヒレというのはこちらから出しているということでありますから、メイドフロムジャパンでそういうものの中にですね、組み込んでいくと。こういういろんなことがあろうかと思って、その3つそれぞれをですね、有機的に結合しながら戦略を展開していきたいと思っておりますので、例えば、小麦を輸入してマカロニをイタリアやるんなら、我々も、なるべくならさっきの夢力のような国産がいいですが、国産輸入を合わせて、今度は、うどんとしてですね、食文化として出していくと。こういうことは大いにあり得るべきことだと、こういうふうに考えております。委員長。村岡俊英君。まさに大臣そう考えておりました。イタリアがですね、1961年ですけれども、農産物の輸出でトップはですね、アップル、リンゴだったんです。それで2位がアーモンド、そしてトマト、オリーブと、このような形が、2010年には1位がワイン、そして2位がソーセージ、そしてチーズ、マカロニ、ペストリーと、やっぱりですね、加工品でですね、どんどん成長してきてるんです。一方で米のように日本は自国の需給よりあ供給より供給が過剰になってますから、それは原材料と、加工品と一緒になって輸出するという戦略はいいでしょうけど、他にもですね、日本で足りないものでも日本の技術がありますから、むしろアメリカでよく売れる食材、ヨーロッパでよく売れる食材を考えて、日本でその原料を輸入して輸出すると、日本が一番得意な分野です。そこをぜひ考えていっていただきたいと思います。江藤副大臣にもそのことについてお伺いします。江藤農林水産副大臣。私はとかくですね、農政についてはドメスティックに考えがちな人間でありますので、今回外遊させていただいてですね、いろんなところの食文化を見てまいりました。とにかくですね、どっさり出るんですよね。びっくりするほど、絶対に食べきれないほどですね。日本の場合はある程度一定のロットの食材を出したって、それを小さく切って出すわけでありますから、同じグラム数でも付加価値はそれだけでも高く上がるわけでありまして、確かに先進型の農業、その加工をして付加価値をつけるというのはこのファンド法の中にも生かされてますし、我々で言えば農商工連携、それから民主党政権で言えば、ファンド法の中に生かされてきているわけでありますから、そういった取り組みはぜひですね、考えていきたいと思います。委員長。村岡俊英君。そこをこう考えていくとですね、例えば独自化産業であったり農商工連携であったり、いろんな基準がですね、少しずつ変えなきゃいけないです。地産地消であったり国産ものに限るだとか、いろんなものが出てきちゃうわけです。やっぱりですね、日本というのはいろんな国際的なものと日本のものと融合させて素晴らしいものを作っていくからこそ、日本はこれだけ成長してきたと思うんです。国内産にあまり縛られちゃうと、日本はいいものができないということもありえますので、その辺はですね、考えながら柔軟にいかなきゃいけないと思っています。
もちろん私も秋田ですから、農業者の多い地域ですから、そこだけを売れば一番いいと考えるのが当然でしょうけど、いや、しかし農産物だけで一挙にですね、まあこれ自民党が出してまだ政府がやってませんけど、所得倍増って言ったって、例えば100万のやつ所得倍増しても200万です。これじゃ生活できません。やっぱりそういう加工品を作る工場だとか、そういうのを農業地帯に張り付かせながら農業もやっていって農地も守っていく、そういう形でなければできない。だからこそ少しですね、柔軟に考えなきゃいけない。何かやはり地域のいろんな要望にそのまま応えていると、なんか縛って地産地消、そしてその上国産ものじゃなければダメだ、いや、それは融合して日本にとって一番いいというものをやっていかなきゃいけない、こう考えております。そういう意味で大臣、いろんな条件とかそういうのももう一回見直してみてください。あまり縛られてないかどうか、せっかく成長するためのものを縛っていないか、ちょっと見直していただきたいと思いますけど、どのように。林農林水産大臣。第二次産業で代表的な自動車や、電気というところを見ますと、まさに、原材料を輸入して、加工して出していくと、ずっとそれで、多額の外貨を獲得してきたわけですが、やはり注意しなければならないのは、石油ですとか、ね、必要な燃料、それから化学産業の場合は原料にもなるわけですけれども、それから鉄鉱石といったものはですね、国内ではあまり生産がないということで、そういうものを輸入してやってきたという側面もあるかと、こういうふうに思います。で、一方、農業は多面的機能まで頭に入れますと、やはり生産そのものをですね、維持していくという、これについて大きな、ある意味で意義があるわけですから、そこと今委員がおっしゃったですね、加工して付加価値をつけて、また原料というか農産物のままでも付加価値をつけるやり方、いろいろあると思いますけれども、これを両立させるということが、ちょっとこの工業とは違ったところがあるのかなと、こういうふうに思っておりますので、あまり無意味な制約というのは、これは検討していく必要があると思いますけれども、それぞれに理由のあるいろんな制度についてはですね、今言った両方のこの観点からしっかりと見て、そしてベストの組み合わせというものを考えていく必要があろうかと、こういうふうに考えております。委員長。村岡俊英君。実は昨日農水委員会の理事会でですね、秋田のですね、青豆ドラジェというのを、チョコレートなんですが、委員長はじめ皆さんに食べていただきました。枝豆をですね、フリーズドライして、そこにですね、中目黒にありますですね、パティシエの柿沢さんという有名な方が、野菜のいろんなものをお菓子にする、その方に秋田県が頼んで、そして出来上がったのが青豆のドラジェですけれども、コーティングしているのはベルギー産のチョコレートなんです。で、食べるともうチョコレートと感触の枝豆の非常にいい感触なんですけど、後で枝豆の匂いが広がって、後で大臣、副大臣、政務官にもお届けしますので、そうなるとですね、これはですね、融合しているんです。チョコレートはベルギー産なんです。だからですね、そういうことによって枝豆がですね、そうですね、5、60個ですか。これがですね、いくらだと思います。このチョコレートをこうデザインして1260円なんです。で、実は売れてるんです。ですから、やっぱりそういうのはですね、あまりこだわっちゃいけないんです。チョコレートってあって、どこかでチョコレートで、ベルギー産チョコレートの方がやっぱり売れるんです。ですから、そういう組み合わせっていうのは必要なんで、そういうこともぜひ考えていただきたいと思います。最後になりますけれども、ぜひとも日本は農業を再生させるためには、先進国型の農業です。国内の生産はきちんと、維持しなければなれないですが、攻めの農業というのは、やはり輸出に重きを置くと、やっぱりそこに予算も配分していくということを、ぜひ、大臣のこの時代に、農業を変えるチャンスだと思いますので、最後のチャンスをやっていただきたいと思います。最後に大臣に。林農林水産大臣。大変勉強になるお話をいただきましたし、さらに枝豆チョコまでいただけるということでですね、ありがたい気持ちでいっぱいでございますが、まさにおっしゃったように、いろんな今までの、なんていうんですか、
既成概念にとらわれずにですね、まあ、コロンブスの卵という言葉がありますが、まあ、やってみたらできたというようなことが次々に現場で起こるようにですね、輸出、これはさっき言ったように胃袋の数から考えても当然の進むべき方向だと思いますので、そのことを含めてしっかりと取り組んでまいりたいと、こういうふうに思います。以上、ありがとうございました。